疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとここのところね、はい、僕夜っていうか夕方ぐらいからね、外仕事というかね、はい、で最近ありがたいことに、まあ、こういう YouTube をやってるっていうのも多分影響してると思うんだけど、なんかこう美容師さんの仲間うちでもね、はい、まあ、動画に詳しいというか、はいはいはい、動画をやってる人っていうこうね認知があって、うんうん、まあ、やってる人ではあるんだけどはい、はい、まあ、ありがたいことにそれでこういろんなお手伝いをね、はい、こう頼まれたり、はい、まあ、ただおかげでその夜ちょっとね早めにお店を出たりすることがあって、はい、ちょっと最近 YouTube をねちょっと今週はちょっとお送りできてなかったと。そう、大変申し訳ございません。申し訳ございません、はい、ということでね、はい、で、まあ、連休も明けて、はい、まあ、連休前に連休中にこう自分のこれからの今年の、ね、目標とかね、はい、いろいろ言ってたんですけど、はい、まだちょっとそれもね今伊藤さんもまだ今仕事中 で、 で、ね、はい、でなんで今こんなね外で撮ってるかっていうと、はい、僕また今日この後ね、はい、お出かけしなきゃいけないんですね。あ、そうなんですね。今日またちょっと打ち合わせが1件ありまして、はい、出かけなきゃいけないと、はい、で今までだと僕が出かけてこうやってちゃんと撮影ができない時は、はい、まあ、渡辺さんがね、はい、iPhone とかでなんとかこうねやってたんだけど、最近鍋ちゃんのやる気が低下してそんななんかそれもあんまりやってくれなくなったんで、まあ、今日はちょっと出かける前に早めにね、はい、ちょっと収録を、はい、しとこうと、はい、いうことで今もう店内はね今まだお客さんがいらっしゃるので、はい、であといつも撮っている2階はね、はい、もう天気が良すぎてサウナみたいになってるんで、なってます。まあ、今ちょっと外でね、はい、で今ちょっとだいぶ日陰に入ると、はい、風があってね、はい、そこまで、なんか外にいられないってほど暑いわけじゃないけど、はい、まあ、ただお盆が過ぎてもね、結構気温の高い日が続いていまして、はい、なかなかまだまだ暑い日が続くのかなっていう感じですけど。そうですね。まあね、全くその暑さの話とは関係ないんですけど、はい、ご覧になっていただいている方でも気づいた方はねいると思いますけど、はい、僕ねメガネを新調したんですよ。ね、多分今までと結構雰囲気変わりますよね、やっぱり。久しぶりにね、いわゆるカラーレンズのね、はい、メガネを作りました。はい、まあお店を始めた頃、はい、もうだから今から19年前、はい、お店をオープンさせた頃はね。なんと僕昼も夜も朝もそして僕目が悪くて眼鏡をかけてるので、はい、昼も夜も朝も、うん、お風呂に入ってる時も、うん、寝る時以外はですね、うん、ずっとサングラスだったんですそうでした、最初、うん、最初そうでしたね。そうだね、はい、もうずっとサングラス、はい、人の結婚式もサングラスで出てたっていうはいはいはい、はい、もうそれがもう僕っていうキャラだったんでね、はい、なんか許してもらえてたんだけどはい、はい、今考えるととんでもない失礼なやつだなっていうのもね、うん、思ったりもするんだけど、うん、まあ今回はちょっと薄めの、うん、ちょっと目がね透けて見える程度の、はいはい、まあカラーレンズなんですけどね、まあちょっとこれ普段ね仕事中はねなかなかちょっとどうなのかなっていうところもあるんですけど、うんうん、まあこれから打ち合わせに行くっていうのでね、はい、せっかくなんで今日新調した眼鏡今かけて、あ、なるほど、それをかけていこう、はい、まあ、今日はこれでいこうかなと思って。なるほどなるほど、 なんとなくほらちょっとおしゃれげに見える、はい、いや全然雰囲気変わりますよね、うん、なんとなくちょっとおしゃれな雰囲気に見えるなります、なります。そうそう、そういうのでね、はい、まあ、今ちょっとこれを、まあ、自慢はい、してるっていうね、はいはい、どうなっちゃう？いい？いけてます。透けてる？いけてる。あ、いけてる？あ、そう、透けてるじゃなくて、ね、透けてる、それは見ればわかる。いけてる？いけてます。あ、そう、よかったね、うん、そうそう、透けてる、ね、だから今日はね、まあ、目標の話とかね、はい、まあ、伊藤ちゃんもいないんで、はい、まあ、それはまたちょっと後日ということでね、お送りしたいなと、はい、いうふうに思っておりますけどね。しました。まあおかげさまで今日もまあお客さんこうねいらしていただいて、はい、まあいいスタイルをね、はい、切ったりとかできて、はい、まあその様子はまた別のカメラでね収録したりもしてるんで、はいはい、また後日ね Vlog 形式でね、はい、まあ、お店の様子をね、はい、お届けできたらなと思います。はい。はいはい、ということで今日僕これからね、会議に打ち合わせに行ってきますので、はい、今日はこの辺で失礼したいと思います。
また次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。